銀河連邦からの情報だと、ダークミリオンの配下の者たちがブラックシャドウの亡き後、その椅子をめぐって集結しているらしいわ。これからのレースもさらに厳しいものになっていくでしょうね。今さら言われなくてもな。覚悟できてる。それで次回のレースのことだけど。レースがどうかしたのか。竜には待機してもらいます。なんだって。以上よ。おい待ってくれ。どうなっちまってんだ。ドクター。竜のことを考えてのことだよ。ジョーディ、理由は何なんだ。言ってくれ。君がまたミスキラーに惑わされたら困るのよ。じゃあ次のレースにもミスキラーが。だったらなおさら。一つ聞いておくけど、ミスキラーと直接対決してどうするつもり。もう調べる手立ては。本人に確かめるしかないってわけね。もしミスキラーがあなたの昔の恋人美咲はるかだとしたら、君はどうするの。それは。その時にはどうするの竜。俺が決着をつける。わかったわ。その覚悟ができているのなら。親愛なるダークミリオンの諸君、銀河のゴッドファーザーブラックシャドウは亡くなった。なぜだか知ってるか。スパイがいたからだ。スパイ。スパイはこの女だ。冗談じゃないわ。そんな証拠がどこにあるのよ。この女はな、ハルカといって150年前は竜スザクの恋人だった女だぜ。でたらめよ。私は生まれた時からブラックシャドウ様のしもべだった。笑わせるな。この女は竜の仇を討とうと俺を追ってきて、一緒に冷凍刑務所に送られたのよ。竜と通じているに違えねえ。この玉座が欲しいからっていい加減なことを言うんじゃないわよ。違うなら証拠を見せてもらおうか。わかったわ。私がこの手で竜スザクを始末する。そうしたら信じてくれるわね。へへ。本当にできるのかお前によ。さあ今回は例年にも増して厳しい戦いになりそうだ。果たして勝利の女神は誰に微笑むのか。ジャック、ルーシー、EAD、リュウとミスキラーの動きに注意して。どこまでも手を焼かすやつだぜ。さあ一斉に飛び出した。思った通りだ。ミスキラーのマシンにリュウスザクが強引に並びかけていく。ミスキラー、ようこそ答えを聞く。覚悟するのね。どうするつもりだミスキラーさん。そんなことで竜を倒せるとでも思っているのかい。ミスキラー、竜の昔の恋人って本当かな。モテないジョーダのひがみじゃないか。俺の言っていることは本当だぞ。はい。いいか、ミスキラーの動きから目を離すな。しっかり見張ってろ。分かっております。ジョディ、ミスキラーが何か企んでるぞ。そうはさせないわ。ジョディ、俺に任せてくれ。
この野郎邪魔よ。私の獲物は竜一人。みんな手を出すな。大変なことになりました。こんなを怒らせると怖い。皆さんも注意してください。竜深追いはやめなさい。やめろ。俺の話を聞け。聞いてくれ。聞く耳なんて持たないわ。あんたのせいで私はハルカとかいう女と勘違いされて、とんでもない迷惑を被ってるのよ。いや、ハルカだ。忘れてるのなら思い出せ。私は150年前の女じゃない。本気で俺をくたばれ。ハルカ。みんなの前で私の身の潔白を証明してもらうわ。何？手出しするんじゃねえ。150年前のライバル竜朱雀、ざまあねえな。ブラックシャドウを倒していい気になってるようだな。なんだと？みんな聞いたでしょ。この男が言ってる通り、ブラックシャドウ様を葬ったのはゾウだよ。スパイはあなたじゃないの。そうかい。だったらこっちにも切り札があるぜ。お前にプレゼントだ。どうだ、過去を思い出したか。何のことよ。お前の脳みそはどうなってるんだ。そんな手に乗る私ではないわ。お前はミスキラーじゃない。ハルカだ、ハルカだ。そうだろ。どうした、竜が呼んでるぞ。うるさい、黙れ。ただ似ているというだけで私をハルカなんかと人違いするなと言っただろう。お前のおかげでどれだけ私が迷惑してるか分かってるのか。怖いよ、あの女。あれ本物だぜ。ハルカ、いいこと。私は生まれた時からブラックシャドウ様のしもべ。これで分かったでしょう、ゾウだ。そしてみんなも。恐れ入ったぜ、ミスキーラー。竜をぶち込んどけ。後でゆっくりとドラゴンバードの秘密を絞り出してやる。ミスキーラー、これで疑いが晴れたわけじゃねえぜ。いずれケリをつけてやる。望むところよ。